ピエール・シャルル・ランファン。ピエール・シャルル・ランファン。フランス5名。ピエール・チャールズ・エル・アンファン。1754年8月2日から1825年6月14日は、フランス生まれのアメリカの建築家、都市計画家。現在は、ワシントン DC としても知られる、アメリカ合衆国の連邦都市建設計画のコンペに、当選式本計画案を作成した人物である。 ピエール・シャルル・ランファンは、1754年8月2日に、フランスのパリで生まれた。若くして軍に入隊した、ランファンは、当時少将であった、ラファイエットらと共に従軍技師として、イギリス領の北メリカ十三植民地を訪れ、同地で親しまれるようピーターという名を名乗った。1779年、ジョージア州サバンナで起こったサバンナの包囲攻撃で、 負傷した、ランファンであったが、その後は回復し、残りのアメリカ独立戦争を陸軍議士隊いとして、司令官、ジョージ・ワシントンに仕えた。1783年5月2日、ランファンは、アメリカの自由を勝ち取った独立戦争での貢献が、認められ、名誉昇進として少佐に昇格した。戦争に続いて、ランファンは、ニューヨークにあるフェデラルホールの再設計を行った、 ことで、建築家としての名声を得た。その他にも彼は、高価、メダル、そして富裕な人々への家具や住居をデザインした。その後まもなく、縁故があったために彼は、アメリカ合衆国の最初の大統領となった、ジョージ・ワシントンより、三人の長官の監督のもとで、新しい連邦首都の衣装を担う人物に指名された。後に、コロンビア特別区となる。 10平方マイルの連邦地域の計画立案と土地開発を監督させるため、ワシントンは3人の長官を任命していた。ランハンは1791年に設計に取り掛かった。全体として都市のデザインを形にしようとする起伏の激しい気質と強い主張のため、ランハンの連邦都市設計案は彼が存命中に一部分しか実行されなかった。地区の監督たちは、 限られた資金を連邦の建造物の建設に利用できるように割り当てたいと願っていた。彼らはこの時トマス・ジェファーソンの援助を受けている。しかしランファンが監督たちと度々衝突を引き起こしていたためジョージ・ワシントンはランファンが設計図の出版業者を見つけるより先に彼をこの事業計画から解雇した。ジョージ・ワシントンはランファンが起こした。 設計計案の中の一つを写したものを保持していた。この写しは現在アメリカ議会図書館が所有している。この写しの左手側上方の隅にある楕円形の中に書かれている最後の一文に設計者であるピーター・シャル・ル・ランファンと書かれているのがわかる。ランファンの解雇に引き続いて監督者はこの首都建設計画を後にコロンビア特別区となる地域の境界線調査を 最初に指揮していた測量技師、アンドリュー・エリコットとジョセフ・エリコット兄弟の手に委ねることにした。アンドリュー・エリコットは、ランファンの建設案を改定すると、ランファンとは異なり自身の改訂版設計図をすり、出版して配布することに成功した。後にこのエリコットによる改訂版が首都開発計画の基盤となった。一方で、計画立案を行ったランファンは、 賃金が支払われず、周囲から嫌われてしまい、余生の多くを自身が言ってきたことに対する対価を支払うよう議会への説得を試みることに費やした。1812年には、アメリカが州国陸軍士官学校の工学教授としての身分を提供されているが、彼はこの申し出を辞退している。1825年6月14日、ランハンは、失意と貧困の中世拒手。 メリーランド州プリンスジョージ郡にある友人の牧場へ葬られた。1901年マクミラン委員会はナショナルモール建設の計画を立てる1902年の報告書の基礎としてランファンの建設計画を起用した。フランス大使ジャンジュール・ジュスランの先導でランファンの計画案は国に採択されついに彼はその功績が認められたのである。1909年に アメリカ合衆国議会議事堂のロタンダ内で葬式が行われた後、ランファンの遺骨は彼が一部をデザインした首都を見渡すアーリントン国立墓地の丘に再び埋葬された。1911年、彼の墓の上に記念碑が置かれると共に栄誉を授かった。この記念碑に刻まれているのはアンドリュー・エリコットが書き換える前のランファン自身が計画した設計案の一部である。 また、ランファンの何十年にもわたるリチャード・ソーデルストロームとの関係が始まったのは1794年のことであった。歴史研究家たちは性的な関係にあったのではと議論するが、少なくとも二人はペンシルベニア州フィラデルフィア近くにある生活住居を共有し、仕事も協力し合っていたことは確かである。しかし1801年、ソーデルストロームは、 住居を共有していたランファンに生活費を請求し、法的な争いが生じた。その他、1942年には、ピエール・ランファンという名のアメリカ合衆国リバティ船が航行を開始しているが、1970年に船はナンパ時、遺棄されている。以下は、翻訳元の英語版、WN、ピエール・チャールズ・エル・アンファンからの参考文献、参考リンクである。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。